グロービス学び放題。グロービス講師の一ノ瀬博樹と申します。グロービスでは人材マネジメントとか、それからマネジメントに役立てるリベラルアーツといったクラスを教えています。リベラルアーツっていうのは大学の教養課程で学ぶような学問でございまして、哲学とか歴史学とか、それから社会学に文学にアート、いろんな科目が入っているんですけれども、この動画の中で歴史学をマネジメントに役立てていくにはどうしていったらいいのかということを考えていきたいと思うんですが、例えばマネージャーの皆さんが実際の仕事のごたごたした現実を前にした時に、答えが案外マネジメントじゃないところから見つかることもあったりなんかするんじゃないか、何らかのヒントを得ることができるんじゃなかろうかというところで考えていきたいと思います。リベラルアーツの中でも歴史学をマネジメントに役立てようなんていう話なんですが、大事なのは下ごしらえでございまして、それをそのまんまこう使えるっていうことではなくて、ある程度下ごしらえをした上でこう重なり合いが見えてくるようなところがあります。歴史学っていうのはどういうものなのか、それからビジネスやマネジメントっていうところはどんなところので問題が生じるのかなんてことを考え直して、捉え直していくことによって2つの間に重なり合いを見つけていく。普段の悩み事とか困り事っていうのがどういうものがあるのか、なんでそういうことが起きるのか、それからどうしたらこれを解決できるのかなんていうところを考えていくというのがポイントでございます。